ソフトバンク4点リード守れず痛恨の逆転負け。ソフトバンクがロッテに4対5で敗戦、痛恨の逆転負けでカード負け越しを喫した。首位オリックスとのゲーム差は今季最大の12、2位ロッテと 3.5 ゲーム差となった。先発の和田投手が5回75球を投げ2失点、リードを守って降板したが勝利につながらなかった。オリックスと12ゲーム差か、20ゲーム差ぐらいつきそう。最下位日本ハムまで8ゲーム差。楽天は調子落としてるからいいものの、3位も危ないな。しかし最悪の試合だったな。4試合連続5失点以上、これだと勝てないわ。貯金ゼロのカウントダウン進んだな。貯金だ、もうすぐ消滅するな。4点も守られんか、投手力やな。初回のスリーランで勝ったと思ったがくさ。シンプルに打たれすぎ、毎回連打だし。牧原のエラーなければ同点やったのに。リリーフが疲れてるんだから、新しい顔入れないとダメでしょ。いつものリリーフがリフレッシュするまで格下でもいいから誰か埋めないとな。 D クラスになったらさすがに UGO カナエだろうな。柳田近藤のアベックホームランが出たら普通はガンガン乗っていけるんだろうけどな。やはりチーム状態が良くないんだろうな。投手力と守備力も一気に崩壊してるな。勝てる試合を落としての負け越しってのがダメージ大きいわ。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。